日本ハム稲葉 GM 来季2軍監督に就任へ。日本ハムの稲葉篤則 GM51 が来季から2軍監督に就任することが17日分かった。18日に発表される。21年東京五輪で監督で侍ジャパンを金メダルに導き、同年オフから現職で同時に就任した新庄剛志監督51をサポートしてきたが、来季から現場で72年生まれコンビを組む木田正夫2軍監督55は GM 補佐だった18年以来6年ぶりにフロントに復帰する見込みだ。1軍監督で来季が就任3年目となる新庄監督とは同じ72年生まれで、自身が1学年後輩。日本ハムでの現役時代は全本拠地の札幌ドームの右中間でコンビを組むなど、共に端攻守揃った外野手として活躍し、06年の北海道移転後初のリーグ優勝と日本一に大きく貢献した。2年間続いたフロントと現場の関係から、来季は現場の1、2軍の指揮官としてタッグを組み、密に連絡を取り合いながらチーム強化を目指す。稲葉 GM は現役時代からファンからの人気も高く、将来的な監督候補でもある。まずは2軍監督としてその手腕に注目が集まる。稲葉2軍監督マジか、こりゃびっくりだわ。ぶっちゃけ稲葉1軍監督新庄2軍監督の方が合ってるけど、それは再来年かな。ハムも監督をきちんと段階を踏んで育てる方針に変更したんだな。 GM だね、栗山あと左の打撃コーチが2軍行っちゃうなら補強必要じゃね。稲葉さんが2軍監督で経験積むのは良いけど、一方で来季以降のドラフトが不安よな。なんだかんだで稲葉さん指名のドラフトはいい感じだったから。経験積むとかじゃなくて、チーム事情による苦し紛れの配置転換だろ。新庄こそ2軍で経験積ませるべきだった。稲葉 GM 短すぎるだろ。結構いい感じだったのに残念だわ。まあ2025年の稲葉監督がほぼ決まってるということだが、今年稲葉 GM が取ったや主人を稲葉2軍監督が鎌ヶ谷で鍛えて、稲葉1軍監督の下でエスコンで活躍させる構想を描いてるか。稲葉自ら1軍監督就任の前に現場経験させてくれと希望したのかもな。これはびっくりだな。1軍で結果が出ないと2軍に行くから、稲葉が2軍にいるのはありがたいけどな。2軍で適切な打撃アドバイスで直しで送り返してくれるんだろう。2軍もチャンスで打てないから底上げしてほしいしな。 GM やりながら2軍監督、球団社長栗山、GM 新庄、監督稲葉、再来年にこうなるのかな。稲葉は木田と一緒で、球団の事情によってフロントと2軍監督を行き来する役割だから、1軍監督はやらないと思うな。稲葉が2軍監督やるのに、稲葉が連れてきた山田がクビになった。やっぱり山田は何かあったんじゃないのか。結局栗山は何の仕事に就くんだ。今のところ曖昧な感じにしてるが、稲葉は遠回りというか経験積んで1軍監督になる絵が見えるけど、それと比べていきなりぶっつけ1軍監督の新庄 W。 ハムは1軍監督は基本外部から連れてくるから、稲葉はないと思うな。こういうやつって木田も将来1軍監督になると思ってたのかな。もしかしてまさかの木田 GM 誕生かな。栗山 GM、 木田 GM 補佐、見え見えではあるけど、再来年の1軍監督は規定路線ってことね。よかったじゃん。わら GM から2軍監督ってある意味降格人事だよね。2年連続再開の責任取りは誰かに取らせないとな。ハムのことだし、ここの連中がみんな予想できるような監督人選はしないと思うよ。栗山にどこまでの権限があるんだろうか。よその GM みたいに全権あるのか、稲葉みたいに吉村の日よけなのか。まあ権限持っても性格的に吉村や BOS のクソ案件けれなさそうなんだけどね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。